高機能性食品研究室の阿部です。現在冷凍するには世界各国で作られていますが、冷凍設備の整っていない国や地域でも作られています。しかしそういったところでは冷凍する身が溶けてしまったり、または運搬中に溶けてしまうことがあります。そうして溶けてしまった冷凍する身が凍結されて、それがかまぼこの原料になってしまうこともあります。私たちは再凍結されたする身がかまぼこの食感にどのように影響するかを研究しています。それでは研究を進めていきます。こちらが冷凍する身です。冷凍する身は水と魚の筋肉と凍結防止剤の糖からできています。冷凍する身は魚の筋肉からできていて、筋肉はミオシンとアクチンから、できています。このミオシンとアクチンは塩に溶けるという性質を持っております。そこで塩を入れると、このようにミオシンとアクチンが溶けて粘り気が出てきます。これから塩ずりされた肉のりを充填していきます。これが袋に充填されたすり身です。これから加熱します。すり身を加熱することによってタンパク質の間でいろいろな結合ができて、かまぼこが形成されます。これからこちらのレオメーターを使ってできたかまぼこの食感を測定していきます。この丸い部分がかまぼこを押し込んでいきます。そして押し込んでいった時の硬さとしなやかさがこちらの画面に出てきます。こちらが先ほどのレオメーター試験の結果になります。上のグラフが、かまぼこの硬さを示していて、下がかまぼこのしなやかさを示しています。再凍結を繰り返すことによってかまぼこは硬さが出なくなってしなやかさもなくなるという結果になっています。先ほどのような実験データを、すり身なる魚種や再凍結の回数、他にも解凍状態を変えることによって、調べていって、どのようにすれば美味しくできるか、そういった研究を今後進めていこうと考えています。で、この研究はですね、冷凍すり身の工場やかまぼこの工場、もしくはこういったデータ運送業者の方々に対しても大変役に立つデータとなりますので、こういった研究はどんどん進めていきたいと考えています。私は再凍結したすり身からかまぼこを作っています。再凍結したすり身から作られるかまぼこは食感が落ちるので、どうやったら美味しいかまぼこになるのかを研究しています。この研究が進むと、冷凍技術が発展していないですり身が再凍結されるようなことになっても美味しいかまぼこができるのではないかと考えています。私は食塩を使わないでかまぼこを作る研究をしています。現在考えているのは、食塩の代わりに塩化カリウムを用いてかまぼこを作る方法です。一般的にカリウムは過剰に摂取しても体外へ排出されるので、塩化カリウムを用いて美味しいかまぼこを作ることができたら、食塩を摂取することを制限されている人でもかまぼこを食べることができるのではないかと考えています。